はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、インセクターハガです。さあ本日なんですが、完全体グレートインセクトが、マスターデュエルに実装されましたので使っていこうかなというふうに思っております。このモンスターなんですけれども、まあ完全究極体グレートモスのね、なんかリメイクというか、なんというか、そういうモンスターになってまして、融合モンスターになってましてね、今時レベル8プラス今時レベル7っていうモンスターなんですけども、これね結構出し方簡単で、これなんでかっていうと、装備カードを装備した自分の守備力が2000以上の昆虫モンスター1体をリリースしただけで、エクストラ的な特殊ができるよっていう効果があるんですよ。だから、この効果を基本的には使ってらしていきます。だから例えばね、ピコファレーナの効果を使って、なんか誰か守備力が2000以上のモンスターになんか装備カードをくっつけて、強心銃かなんかくっつけて、で、まあ普通に、出していくという動きとか、あと、まあそれからこの、バイオインセクトアーマーっていうね、これ一応自分のね、根治族に装備できるカードで、まあちょっと、打点とかがアップするのがちょっと限定的ではあるんですけども、バトルフェーズかメインフェーズ2の間に、アップするっていう、ステータスアップするっていう効果があって、これでこいつ装備したらモンスターをリリースしたりとかして出していくみたいな感じですね。で、まあこいつを出すにあたって、こいつの効果をよく見ていただきたいんですけど、ちょっとね条件がありましてね、戦闘でまず破壊しないっていう効果と、あとフィールドゾーンに表側表示でカードが存在しないといけないと。ただ存在してると、自分が相手のバトルフェーズになんか相手のフィールドのモンスターを全部パスするっていうサンダーボルトみたいな効果があるんで、結構高校まくりとかに割と使えますね。ビートルーパーっていうのはフィールド魔法を結構用意することが簡単で、ここはビートルーパーと混ぜてるんですけども、フィールド魔法、このビートルーパーフォーメーションっていう、これこうですね、これを発動しておけばフィールドゾーンにカードがあることになるんで、こいつが普通に効果が発動できるようになるということで、ビートルーパーデッキですね。基本的にはこれ群雄割拠っていうイベントでも使っててるんですけども、普通に強いです。ビートルーパーのギミック自体がとても優秀で、でビートルーパーギミックに、なんかその昆虫グッドスタッフみたいな動きを混ぜてあげると、まあ、なかなかの展開力になりまして、なんかありえない量の昆虫が並ぶんですね。大量発生するんですよ。殺虫剤巻かないとマジでもう対応できないレベルで、めっちゃ並んで、でしかもなんか打点がすげえ高いモンスターバンバン並ぶんで、これねマジで楽しいんですよ。結構デッキとしては、でしかも強いと結構ねいうところで、ぜひね気に入った、インセクターハガファンの皆さんはぜひ組んでみていただければなと、はい、思っております。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さて、史上最強の令和のインセクターハガデッキをお見舞いしてやっぴょーキョキョキョーまあこれ令和のインセクターハガとか言いながら、インセクターハガのカードほとんど入ってねえけどな。なんかどっちかっていうと新ジウェーバーのカードの方が入ってるわ。だからどっちかっていうとね、なんかね、インセクター上がっているように新ジウェーバーだね。新ジウェーバーってみんな知ってるかな。遊戯王アークファイブで出てきたの革命家なんだけどさ、 D フォースっていうブラックフェザーのなり損ないみたいな、なんか謎の昆虫デッキを使うプレイヤーなんですけども、 D フォースねめっちゃ可愛いからね、ぜひね、ちょっと皆さん触ってみて、ね、いきなり5体並ぶやばいな。これいきなり5体モモスター並ぶやばすぎ、このデッキ。ちなみにニビルありえん重いです。ただこれイベント用でも使えると思ってるんですけど、まぁ、ちょっと構築変えればね、今回の群雄割拠のイベントね、これイベント用にも結構使えてし、これねイベントね、ニビル飛んでこないんでね、まあ多分で、ね、大丈夫です、おそらくね。これはベアグラムでいいかな。トラップでもどっち回収してくれ来れるから別にどっちでもいいんだよね。まあ一応ベアグラムで、で、アームドホーンからの、インセクター、ハガを装備して、これは、バウンスして、まあ、ドローまで行っちゃっていいね。3枚あるから、バウンスしていいね。で、ここで、まあ、なんでもいいっちゃなんでもいいけど、これで戻しまして、はいと。で、はいと。おー、いいね。特殊召喚系昆虫族いっぱい来るやん。天才か？で、これで、リンク2とリンク2で、リンク4作って、インキゲービートリファーインペッシブルアドラスかっこいい。かっこいい。で、マイティネプチューンを手札に加えていく。マイティネプチューンもまず優秀なんだよ。除外ゾーンのね、昆虫を3枚戻して、特殊召喚できるっていう効果なんですけど、これがまた優秀でございますってね。はい、で、インビシブルアトラス君の効果によって、裏側表示になっているモンスターをリリースしながら、この最強の、あ、こっちでいいか。トラップもあるから、これスティンギランじゃなくて、バギーでいいね。で、バギー特殊召喚でバギー出す。分裂するからね、バギーだから。バラバラのみの能力者だから。バラバラのみの能力者だから、分裂して、で、ランク3で、
地獄セミ王ローカストキングを出していく。ナンバー3、地獄セミ王ローカストキング、最強のモンスター。そしてアームの方の効果、墓地からカードを3枚除外していく。ベアグラマー残していく。はい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 。で特殊召喚、はい。でレザースインセクトの効果発動。これはですな、これは、B フォースだね。ニードル落とします。でこれで蝶々で蘇生するから後で。でこれでですね、ちょっとベアグラム置いといて、ベアグラム出す意味あんまないんだよな今。なんでここで、まあ、ちなみにあのベアグラム出してあのリンクさんに行くみたいな動きも一応あるんですけど今のね。でここでリンクさん行って蝶々出して、で蝶々はフリーチェーンでなんか自分の墓地のなんか下級、昆虫を蘇生するみたいな効果です。で除外ゾーンの昆虫とか3体溜まってるんで、そいつらをデッキに戻しながらネプチューン出して、ネプチューンは、打点がね1000アップするっていうエンドフェーズに昆虫族誰かのっていうね最強の効果ありまして、これで蝶々の打点をバカみたいに上げていけば、まあ、蝶々を投げることすらできないと。はい、パピオの打点がなんと3500、やばすぎそしてドローフェーズ、もうパピオの効果打っちゃいましょう。パピオの効果で、ドロフェに B フォースを特殊し、でニードル効果によって月の開始のターンのアルバレストを持ってくると。これ今なんか盤面弱そうだなとか思ってる方いらっしゃるかもしれませんが、もしかしたら妨害ないみたいな。あーキモあの地獄セミ王ローカストキング と、ニードルとあ と、カウントタッパーなんでモンスター効果一応3回くらい無効できます。魔法タップ知りません。魔法トラップなどというカードはね知らん、マジで。特殊召喚どうぞ、まあ、これうらら打っていいか、一応うららなんてこのいくつこれサイパニ何サイコエンドパニッシャーと。いやでも打点では抜けるけどな昆虫デッキ別に。あエクレシア召喚、なるほどね、はいはい。エクレシア召喚効果発動、まあ一応ウララの方を打って、ハカアナされるんならハカアナ打たせて、で出てきたモンスター効果に、あないわ。サイコエンドパニッシャーでもそんな上がんないでしょ、200でしょ、3700、いや余裕ですね。3700はマジで余裕すぎてワロタですねこれ。はい、でそう、竜装権限で竜炎か、ああまあまあまあいいだろう。竜炎効果、これコストラッキーで出せんの、コストやん、神ゲー。うわフロートステング発動、相手の発動したモンスターの効果を無効にした破壊、バゴンツーツッツー。手札打ちないから送迎動けないでしょさすがに。でサイコインとパニッシャーでぶん殴るだけだと思う多分。でこれマジで結構やばくてこの盤面、何でもうざいんだけど、まあでもこれインビジブルアトラスは次のターンに5000になるから殴られるでしょで、ネプチューンも打点1000アップするから、いやマジでサイコエンドパニッシャーマジで無意味、これサイコエンドパニッシャーとかイモンさん無意味すぎて笑った。相手テキスト読み込んでるぜ相手テキスト読み込んでるぜ、やるな。まあ絶望したことだろうよ、なんだよこいつ3700余裕で超えられんじゃねえかみたいな。バカがよ、あんな3700なんていうな打点で貧弱貧弱なんだよ、貧弱貧弱。ですね、とりあえず一発かますか、インビンシブルアトラスの効果を発動、昆虫のモンスターをリリースしてこの攻撃モンスターの攻撃力2000ポイントアップ、バケモン爆弾。さらに早打ちのアルバレストを攻撃表示召喚し、早打ちのアルバレストの効果を発動、ドグマのニードルを特殊召喚。これなんかもうあれだな、地獄セミ王ローカストキングとかいうモンスターお役ごめんだな、あんまなんか残しておく意味ほぼねえけど、まあいいか。いやちょっと分かりましたわ、これひろみきました、ピラミキーノ。ニードルと早打ちのアルバレストでリンク召喚してピコファ出す。でピコファ効果、手札を捨てて、まあ、装備できるんですね昆虫族モンスターに。つまり地獄セミ王ローカスティングキング君にレゾナンスインセクト装備し、そして装備カードを装備したシミルク2000以上のモンスターで融合召喚、現れろグレートインセクト。
アルティメットインチキ融合そしてバイオインセクトアーマーを1枚手札に加えさせてもらうぜ。さらにちょっと展開できすぎて何やっていいか分かんなくなってきた。ヒッチのピンを特殊召喚するぜ。うおピンの効果もうどうでもいいや。でセラフィンパピオンの効果発動。自分の墓地に存在する、レゾランスインセクトを特殊召喚。そして、2体のモンスターでアームの方をリンク召喚。これはどうでもいいな。そしてレゾランスインセクトの効果をさらに発動。あまりにも強え。なんだこれ展開力エグすぎて笑った。で、ピコパレナの効果で昆虫モンスターを戻してカードを1枚ドローさせてもらうぜ。強すぎ。あまりにも強すぎ。あい、あ強え。ガチで強えな。やばすぎる展開力。そしてリンク4、もう1枚いけ、ダブルインペッシブルアトラス、ヒョ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 。そして自分の墓地の、これなんでもいいな、一応普通のモンスターにするか。昆虫毒モンスター3体をゲームから除外し、やらわれのベアックラム、強すぎる。なんて強いんだ、なんて強いんだ。何を落としても正直これはもうどうでもいい。何を落とそう、何でもいいな、これ本当に。2度でいいか。そして、バイオインセクトアーマーの効果、インビンシブルアトラスに装備して攻撃力をバトルフィール中先行アップバトル。バルバケモンすぎるでしょ、6500、バケモンすぎる。何が最高エントパニッシャーだ。インビンシブルアトラスの前にヒレクスがいい。対戦ありがとうございました。ちょマジこのデッキ展開力エグくない。まあ、どこまで行ってもこのデッキの高校が課題ってのはあるよね。どうしたって前に、まあ、あのコンチとかいっぱい展開しないとちょっと盤面返していけないって遊戯かな。あ遊戯だわ、遊戯。お前にデュエルを申し込むよちょっとインセクター墓のモノマネ下手くそすぎて笑った。わかりません。性格的には僕どっちかというとインセクト派が寄りなんですけど、ちょっとモノマネはあまりにも似てなかったので、あの自重します。はい、黒の魔導陣を発動。いいね、これいいんじゃない、これマジで遊戯じゃん。いやブラックマジシャンちょっと鬱陶しいな。墓穴とかなんとかなる。増時打てます。あんま特殊処理していいんだよね、あのデッキ。サルベーションいいでしょう。弟子が師匠を引っ張り出してくるフィールド魔法で永遠の魂がセットされていく。あーオッケー、打てるわ。一応増上は打てる。でブラックマジシャンを出すか自分を出すかどっちか、ブラマジ出す方、まあ、増時打ちますか。増時打ちますね。これはかからって言われたらスティンギーランスで回避。あーそれは無理これはからだったらな、これはからって言われた瞬間にスティンギーランスって言って、自分の増殖する G と相手 あのブラックマジシャンを戻すっていう動きがねあってめっちゃ強いんですけど、それはちょっと できませんでしたというところで、あちなみにステンギランスはあの相手の墓地のモンスターと自分の墓地の昆虫をなんか戻して特殊召喚するっていう効果なんですね。はい、まあいいでしょう。まあこれこのままだったら永遠の魂でブラックマジシャンがあの妨害になってないんで、多分ブラックマジシャン墓地を送るってことは多分カード1枚あとドローできるってことだと思うんですよね。多分別にこのままだったらこのままでもいいし、はいはいはい、リンクスパイダーね。あオッケーオッケーオッケー、リンクスパイリングオッケー。これあれかな、ダルクとか入ってない感じかな。あめっちゃドローするやん。あーなるほどね、なるほど。お前魔改造された闇遊戯だなこれ魔改造闇遊戯やんけ。これ何出てくるのこれ何出てくるやつ、リューマド騎士ブラックマシャンかなんかちゃうわお前さちょ魔改造されすぎやんけ。どうした遊戯、なんだそのモンスター、どっから引っ張ってきたんだよ。ジョスティンギランス効果、増殖する G と、ブラックマシャンですね、これは戻してあげて永遠の魂の妨害ができないようにしましょう。で特殊召喚して、特殊召喚成功時スティンギランスの効果が発動し、ビートルーパー魔法トラップカードを1枚手札に加えるという効果。ですね、これは
まあ魔法トラップ割る方かな。ディセント持ってきて、まあでも3000の猛者いねえな、あんまり。フォーメーションでいいかもしんねえな。フォーメーションでいいや。ちょっと3000の猛者いねえわ多分現状。3000の以上のモンスターがいると、あのディセントで相手の魔法トラップ割るよって追加効果が付与できるんですけど、ちょ3000のやつがいないと意味ないんですよね、それは。ただ出すだけみたいな感じになっちゃうんで、とりあえずどうする、とりあえずオーストラリアンフォーメーション発動する、とりあえずオーストラリアンフォーメーション発動してからの大石のテリトリーね。オーストラリアンフォーメーション発動からの大石のテリトリーを発動して、でスカウトバギー発動で分裂していく。スカウトバギーはスカウトバギーを呼び戻すことができる。おいほい、さあここからどうすっかだな。ピコパかな、まあ、ピコパすかね、まあ、ピコパしますか、ピコパしますか、ピコパする。はいはい、あこれバギー残した方がよかったかな、これ除外されんな、ピコパレーナ、あちょっとリンクさえ間違えたか。ねもうね、墓穴とかどうでもいいから、これでも墓穴なんていうか打ってる暇ないね。これだね。で対象これに装備したいんだけど、あそうだよね、いや間違えたな、これミスった。これ一応墓地から蘇生できる方が良かったな、スティンギーランスを。これ見過ぎました、すいません。素材にするのをスティンギーランスにした方がいいです、これ。はい、普通に見過ぎました。まあ、ただ一応バギーが特殊ができるから、いやこれ完全にうんこみたいなプレミアな、まあいいや。でこれでバギーを特殊、まあ、バギー一応ターン1あるんで、まあ何も起きないんだけど、はい。でガードマンティス発動して千ライフ払って出てくる、めちゃくちゃいっぱい出てくるんだ。無限に出てくるぜ。でここでアームドホーンですね、アームドホーン出して、これ3体で出てくる、出てくる、出てくる、いける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 。でアームドホーン出す。で2体でまずインビンシブルアトラス出すのを確定、いけベトルパーエンペスチブルアトラス、虫キングね、これ虫キングちゃん。でアームドホーンの効果を発動していくぜ。カードを3枚除外することによって、おい自身を特殊召喚。このアームドホーンとかいうモンスターがねめっちゃ強いんですよ、リンク数稼げるから。そしてインビンシブルアトラスの効果、フィールドの昆虫族モンスターをリリースし、デッキからビートルーパーを特殊召喚。いや打点を2000アップする意味がない、こっちは打点的には足りてんだ、ビートルーパーを特殊召喚するで。アームの方は自身の効果で特殊召喚してると除外されます。でスティンギーランスを特殊召喚し、スティンギーランスの特殊召喚成功時効果を発動、ビートルーパー魔法トラップカードを1枚を手札に加えていく。これによってビートルーパーディセントを手札に加えていく。ディセントはフィールドに攻撃力が3000以上の昆虫モンスターが存在していると、相手のフィールドの魔法トラップカードを割りながらモンスターを製造できるとかいうぶち壊れ効果を持っている。うおー、ディセント発動し、ビートルーパーからの相手のマジックトラップカードを破壊。ま、魂でいいか。そして昆虫族モンスター3体の魂を除外されたゾーンからデッキに戻し、あらららビートルーパーマイティーネプチューン行くぞ遊戯。強い、なんて強いんだ、おらこれが昆虫たちの怒りだ。ビートルーパーフォーメーションの効果によって、破壊されるとトークンが出るぜ、ビートルーパートークンがな。さあミラペチーノの効果は発動するが、それがてめえのライフが残ってるの話だろ、いけー、おりゃーつー対戦ありがとうございました。こうすればよかったんだね、遊戯。おお、モスラ来てんじゃん、モスラ、モスラ来てるのはでかいぞ。ピュアリーであれ、あ全然違え、ミスラサウルスやばい、ちょっとやばい、ダイナソー竜崎だ。ダイナソー竜崎だ、パイナポー竜崎来た、パイナポー竜崎、ちょパイナポー竜崎やばいって、ちょ やめてー、ちょっと
と怪獣一匹なんとかできる盤面にしてくれそんな盤面ないんだよな。いや怪獣とかいうさカード、まあ一応ノワールにはめっちゃ強いですけど、めっちゃでもないけど、まあ、強いですけどね。昆虫デッキは結構ね、あのノワール背負ってあのワンキル取れるレベルの展開力はあるんで、まあ一応展開通ればなんですけど、結構そのモスラをサーチする動き、要はレゾナンスインセクト墓地を送るっていう動きですね。まあそれが通れば一応回答はある、あります。ボロから埋葬みたいなカードがあれば一番強いんですけどね。あーこれ世界が終わる音すんな。いやこれフレンジーもあんのやばくないか。うわドルカもいいんじゃん、やばすぎなんだけど。神の通告2回打たれる、神通2回打たれます、フレンジーで、ダイノルフィア融合ヤーツなんだっけ、レクスターも出てきます。で究極進化薬発動されて、いや強ない、ちょ無理だろ。令和のパイナポー龍崎ちょっとあまりにも強すぎるんだけど、これ全然無理なんだが。でこれ卵蘇生ってことか、ちょいかれてるだろこれ。こちらのね、こちらのドンね、破壊したらゴアトルスかなんか出てくるこれゴアトルスか、ダイナレスラーパンクラソプスか、ちょ分かんねえけど、これどれ処理したらいいんだよ、どれ処理したらいいんだよこれ。でもドルカされるともう全然無理だから、まあ、ドルカするしかないよね。これドルカリリースしてバギーにパーンって破壊されたら終わるし、いやでもどっちにしてもこれあれなんだよな。あフレンジーね、はいどうぞ。えこれ無理じゃねえ無理じゃねえ、これどうすんの、あのアルティメットコンダクターティラノとかいうさモンスターどうやって突破するのこれ。ちょダイナソー君、ダイナソー君やりすぎだとは思わないかい、その展開やりすぎなんじゃないかと思わないかい。さあスカウトマーキーの効果を発動させてもらうぞ。私はエフェクトベーラーまで持ってもやばくないあいつ無理やろ。ソーマトランジスタでなんとかするしかねえ。ソーマトランジスタ頑張れ、お前にかかってるぞ、いけ、ふっ。さあレベルを下げて特殊召喚するぜ俺は、この最強モンスターの。あモスラ1匹ではどうにもならんかったわ。おかしいな、日本選手権優勝したら俺やぞ